輝いてるって言われると恥ずかしいんですけど、でもそうやってこう皆さんに選んでもらえて嬉しいなっていう気持ちで本当にいっぱいですね。なかなかこういう賞をいただくことが私ないので本当に嬉しいです。ありがとう、むしろありがとうございます。一番シャイな人に贈られる賞かなと思って、まあそれは確かにそうかなっていう感じもしまして、まあ実は輝くっていう方法だと聞いてですね、まあおそらくあのワールドカップの時のまあ評価だと思うんですけども、あのコロンビア戦の1試合しか多分笑ってられなかったと思うんですね。あとはもう苦みし潰したような顔してあのいたので、あの本当にまあその1試合でも国民の皆さんにいろんな感動を与えられたあの瞬間がありましたので、まあこれからもまそういう瞬間たくさん増えるように活動していきたいなと思ってます。賞をいただいて本当に嬉しいです。あとあのなんか自分に自信にもつながりました。でこれからもあの歯を見せてたくさん笑いたいなってすごく思いました。あと今日はあのこうやってあの西野さんや足立さんと一緒にこうやって賞を取れたことが本当に嬉しいです。すごくピークだったなって思うのはスカートキャラバンの受賞時ですかね。はい、ピークというかもうあれはだって何万人ですか、ね、いやでも本当にあの15歳で当時グランプリいただいた時が本当にびっくりでしたし、自分にそういうことが起こると思っていなかったので、本当にあの人生で一番輝いたっていうよりかは輝かせてもらった。だって四半世紀26年にもなるので、はい、そういう中で自分が輝いたというよりは、まあ、足立さんが言いましたけど本当に輝かせてもらった選手、ファン、サポーターに常に勝った時、はい、優勝した時本当にそういう選手たちに輝かせてもらったと思っています。まあ、ただこれからは自分でしっかりあの目標を持って自分で輝けるように今後考えていきたいな。増若翼ちゃんの握手会に行った時に増若翼ちゃんからスカウトをしていただいたんですよ、はい、その時がやっぱり忘れられないですね、はい、それでポップティーンというあの雑誌の読者モデルになって表紙を飾った時がやっぱり一番輝いてたかなと思います。もう最近は7年ぐらいモデルの仕事をやっておらず、はい、もう一度こう30歳になったのでもう一度モデルのお仕事をもう一度できたらいいなっていう夢があります。お、爆弾発言じゃないでしょうかね。あの中村アンさんのようなモデルさんを目指